新茶各番みんらゆうか、みなさんこんにちは、ゆかです。みなさん、日本人が会話の中でよくまあと言っているのを聞いたことはありませんか？日本人は本当によくこのまあを使います。みなさんもこれが使えるようになると一気に日本人っぽくなるので、今日は一緒に勉強していきましょう。まあの意味は大きく分けて5つあります。1つ目、とりあえずこれをしてくださいと進めるとき、まあこちらに座ってください、まあお菓子でも食べてください。2つ目、自信がないけどやってみようというとき、この問題難しそうだけどまあやってみよう、合格しないだろうけどまあ受けてみよう。3つ目、ちょっとためらいながら意見を言うとき、まあやめた方がいいよ、まあ食べない方がいいよ。4つ目、十分ではないけど我慢できるぐらいの気持ちのとき、まあこれでいっか、70点、まあよくできたかな。5つ目、相手をなだめるとき、まあ落ち着いてください、まあそんなに落ち込まないで。はい、たくさん意味がありますね。まあとりあえず使い方を見ていきましょう。昨日最悪だったよ。寝坊して上司に怒られて、仕事で失敗してまた怒られて、電車で財布もなくしてさ。そっか、大変だったね。その話は置いといて、まあ乾杯しよう。明日ゆか先生も誘おっか。いいね。あ、でもゆか先生明日日本に帰るって言ってたよ。そうなの？でもまあ電話してみようか。今日新しいカフェ行くんだ。あのカフェ？あそこはまあ行かない方がいいよ。コーヒーめっちゃまずいから。もうなんで？なんで連絡してくれないの？何回も連絡してるのに。まあまあまあ、そんなに怒らないで。明日テストって知ってる？そうだった、忘れてた。今日彼とデートなのに。どうしよう。まあいっか。はい、どうですか？まあの使い方わかりましたか？まあ難しいと思うけど、とりあえずまあ使ってみてくださいね。バイバイ。Truy cập ngay website dungmori.com để tham gia khóa học tiếng Nhật online N5 hoàn toàn miễn phí cho người mới bắt đầu.